なあ、アグモン。
どうしたの、たくま。いや、その、なんていうか。ありがとう。え？なんだい、急に。変だぞ。急じゃない。今までもずっと言いたかった。アグモンと出会っていなかったら。 僕はここまで来れなかった。きっともし相棒になったのが悪者じゃなく他の獣だったら、僕は今こうしてここにはいなかった。だからありがとう。それはこっちの言葉だぞ。タクマと一緒だったから毎日楽しかったんだ。 タクマがいたから、僕は勇気が持てた。強い心を持てた。仲間を大事にできた。全部タクマと一緒だったからだぞ。ありがとう。<笑>あ、そうだ。 こいつにもお礼を言っとこう。ありがとう。止めてくれてありがとう。寒さや雨をしのげたし、布団もあったし、みんなと楽しく過ごせた。アグモンやみんなと仲良くなれて、いろんなことを学べた。 最高だったよ。本当にありがとう。ありがとう、校舎さん。さてと、行くぞ、アグモン。 見られてたか。恥ずかしいな。 そんなことはないぞ。お礼をちゃんと言うのは大事なことだ。みんな一つ提案したいんだが、僕らもあれをやらないか。マジか。マジでやんのかよ。さすがに照れくさいっていうか。なあ、そうかしら。 この校舎があったおかげで私たち今までやってこられたのよ。ち、俺らが俺のしかねえみてえだな。常識人って辛いわ。って、レナモン？いたらおかしいか？ここは私と美雪にとっても大切な場所だった。うん、そうだね。じゃあ号令かけるよ。全員整列。 気をつけ。今まで本当にありがとうございました。ありがとうございました。よし、行こう。出発だ。